はい、皆さんこんにちは。今回もファミコンミニシリーズ、グラディウス引き続き頑張っていきたいと思います。ここのステージまで来るときやっぱ結構敵の攻撃というか弾の数が多くなって激しい。正直シューティングがそんなに得意じゃない俺からすると非常に厳しいです。だから最近のシューティングゲームとか、まあ、弾幕ゲーとかよく言いますけど、ああいうのなんかもう絶対無理だな。ドドンパチとか、なんかプレイステーションで出てた、なんか、韓国初のなんかシューティングゲームが弾幕系の出てたんですけど、絶対無理っていうような。だって画面の 90%、95% ぐらいが敵の弾なんです。あんな無理だ、と思って。あんなんクリアできるとほんとすごい、いくらかければいいんだっていう、なんか音ゲーかって思うぐらい。うわぁ、触手ステージ、脳みそステージ、なんだこれ。よく避けた俺。しかも、しっかりと、パワーカプセルを、バリアのとこに合わせて、素晴らしい。いつなくなってもいいように。しかもここのステージは多分もうパワーカプセル出してくる敵がいないと思うんで、ここはどうする？意図的にバリアを壊すか、壊して張り替える。よし、ナイス俺、ナイスじゃないけどな、俺。激しい。上から下し、まあスローがかかっとるからまだ避けれるけど、うわーきつ。避けれてるっていうのも、食らってるって感じだけど。でもあれですね。ゲームの画面ではそんなにわからないんですけど、動画で見ると結構なんか点滅してて、敵の弾が見えにくい。よく見えてるな。まああれですね。昔のファミコンのゲームとかって、画面上に、いっぱい物が表示される、なんかピカピカ、チカ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 するとか、ドラクエとかでもあったな。特にドラクエ2。なんでスローかかるときとスローがかからないときがあるんだ。あ、抜けました。ということは、ここでいつものまた、あいつだ。名前忘れちゃったけど。ビッグコアだったかな？なんか忘れちゃいました。まあ、とりあえず、まあ、こいつははっきり言って雑魚なんで、まあ、余裕で倒せると。で、次回もまた次のステージ頑張っていきたいと思います。ありがとうございました。